Rated T for teen. Loading game. Loading complete. これにするでござるか。日村剣心、神谷薫、明神弥彦、相良田之助、斎藤はじめ、彦清十郎、牧町三沢、柏崎蓮司、篠森青樹、般若、武田寛吟、不動仁英、くるみ雷獣家、辰巳、川毛城翔、悠久山安治、本城鎌足、狩羽変弥、二番坊、富士、魚沼雨水、瀬田宗次郎、獅子雄誠、三号二番坊猛襲型、乾万人、音は兵庫、雪城恵比寿、日村抜刀斎、斎藤はじめ、沖田総司、相良総三、明神弥彦。やめるのでござる、終わりでござるか。これでござるか。これでござるか。これにするでござるか。昔幕末の動乱期、京都に人斬り抜刀斎と呼ばれる獅子がいた。修羅さながらに人を斬ったその男は、やがて動乱の終焉とともに姿を消した。そして時代は流れ、明治11年、東京、
京都を見つけたわ。2ヶ月に及ぶ辻斬り強行も今夜でおしまいよ。覚悟なさい。あら、1本目蹴りをつけるでござるよ。来い。それよ。やお。え。おお。郵送船。この手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。何これ、酒場刀？この刀ですんなり人を斬れるでござるか？できないわね。大地、この酒場刀刃こぼれ一つどころか血の匂いも油の曇りも全くない。一度も使ってない新品同様だわ。あなた本当にただの。そう。これでござるか？そういや、お互い自己紹介もまだだったな。ああ、だから一言忠告しておく。殺さずなんて甘え考えは今捨てな。さもねえと一本目。これでこいつから入ってるが。これでこいつ。これで決める。これで決めるでござる。これで決める。これで決める。から入ってるが。どういうか。あれや。
蹴りをつけるでござるよ。来い。それよ。やお。へや。おお。郵送船。何？へや。だけど体力もねえべ。郵送船。ゆっくり。体の極み。おお。どうする？ドリュース、ドリュース、これは隊長、すみません。2本目、始め。これで決めるでござる。蹴りをつけるでござるよ。来い。それよ。やお。へや。おお。郵送船。蹴る。あれや。よし。この手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。これでござるか？1本目
で決めるでござる。優勝戦、これで決めるでござる。これで優勝戦、優勝戦、優勝戦、優勝戦。無敵なり。蹴りをつけるでござるよ。来い。それよ。やお。え。優勝戦。優勝戦。優勝戦。これで決めるでござる。これで決めるで。これで決めるでござる。これで決める。優勝戦。この手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。剣心、カオル殿、しっかり大丈夫でござるか。大丈夫でござるよ剣心。この感触いいね。これでござるか。驚いたでござるな。お前ほどの使い手がいきなり一番手でござるか。
だから言ったろう。焦らずともいずれ戦うことになるとな。お頭の目は絶対だ。蹴りをつけるでござるよ。来い。それよ。やお。へえ。おお。郵送船。これにするでござるか。抜刀斎、お前に支援はないが、最強の維新志士としてここで死んでもらうぞ。ふぬけの徳川などどうでもいい。今意味があるもの、それは幕末維新における真の最強、それは俺たちだったという証だ。何とでも言え、本気になったところでお前に勝ち目はない。来い。これで決めっ。優等戦。よ、これで決めっ。優等戦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 。優
蹴りをつけるでござるよ。来い。それよ。やお。え。おお。郵送船。最強の勝負。そんなに欲しければいくらでもくれてやる。そんなもの拙者にはうざったいだろう。今の拙者には拙者の助けを待つ人や帰りを待つ人の方が何万倍も大事でござる。これにするでござるか。ハロー、あんまりあなたたちがダラダラ話し込んでいるから待ちきれなくて出てきてしまいましたよ。観柳、大した自信ですね。これを目の当たりにしてもその自信保てますかね。
蹴りをつけるでござるよ。来い。それよ。やお。え。おお。優勝戦。この手が届く限り、誰一人たりとて死なせはしない。命乞いなら貴様の好きなお金様に頼んでみろ。花は添えだがいずれ必ず。これにするでござるか。2本目、始め。これ
れで決めるでござる。おや、これで決めた。蹴りをつけるでござるよ。来い。それよ。やお。え。おお。優勝戦。優勝戦。この手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。これでござるか。一本目。優勝戦。優勝戦。急追戦。優勝戦。貴様の死は。優勝戦。優勝戦。二本目。貴様の死は絶対。お主に構っている時間はない。来い。それよ。やお。え。優勝戦。今宵も血の雨が降る。これでござるか。一本目。優勝。優勝。優勝戦。
これ以上余計な仕事を増やすなよ。身の程知らずだ。気をついて。流行戦。気をついて。無駄だ。俺は忙しいんだ。どけ。もらった。もらった。もらった。これ以上余計な仕事を増やすなよ。どけ。もらった。もらった。今宵も血の雨が降る。これにするでござるか。
うる出る今度はこいつの出番で見えほど知らずが、うん、これ以上余計な仕事を増やすなよ。そろそろ手にしてみよう。極み、いや、暗いやろや。ここで。これは絶対に負けられねえ。ふん。いや、おりゃ。これでござるか。蹴りをつけるでござるよ。来い。そりゃ、やお、え、お、わ、優勝戦。が、優勝戦。無駄だ。どけ。手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。
時代が再び流れ始めた。とどまることはもう許されない。今までありがとう。そしてさようなら。拙者は流浪に。また流れるでござる。明治11年5月14日、この日、日村剣心は天下の覇権を狙う志々雄真の野望を阻止すべく、再び流浪人に戻り、漆黒の闇の中へ一人消えていった。